おいて、日版が有する登録商標。最初の日本国産セロハンテープだが、初期には、国内で入手可能なセロハンテープが、セロテープしかなかったため、普通名詞化して使われることが多い。しかし、登録商標である以上、日版の製品であることを特に強調する目的で、なければ、普通名詞である、セロハンテープという語を使用することが望ましいとされる。 場面もあるアメリカではセロハンテープのことをスコッチテープと呼ぶことが多い。スコッチテープは 3M の登録商標である。日版はもともと絆創膏を作っていたが、戦後、同社の創業者である歌橋健一がアメリカ合衆国から輸入したセロハンテープを元に開発を行い、1947年製品化にこぎつけた。たまたま完成直前に、 GHQ から民間検閲主体で検閲後の封筒を再封管する目的でスコッチテープの製造を打診され1ヶ月後に試作品を持って行ったところあまりに早かったので驚かれたというエピソードがあるセロテープの名称の由来は開発者の趣味がジェロであったことによる1948年にはセロテープの商標を採用し国内販売を始めた 以降、交通広告から初期のテレビ広告まで積極的に広告を展開し、普及が図られた。ありがとうございます。